秋の実りを喜ぶように一面黄金色に輝く田園地帯。ここは宮城県北西部、全国有数の米どころ上町。そんなこの地の農業を支えてきた鳴瀬川が今回のトラウトギャラリーの舞台。兆候は夏の暑さを引きずる2023年9月。今回の川はですね、宮城県の鳴瀬川っていう川です。なんていうかな、どっかの大きな北上の支流とかではなく、単独で太平洋に進み込んでいる河川ですね。流程が長くて大きい川ですよ。今回のアングラー、渓流ミノーイングのスペシャリスト、平本仁。今や渓流で主流となっているシンキングミノーだが、中でも人気のヘビーシンキングミノーの釣りを確立し、名作ルアーを世に送り出してきた。そんな平本、住まいは東京ながらホームグラウンドは東北の河川。シーズン中はさまざまなフィールドへ足を運ぶが、今回はなぜ鳴瀬川を選んだのだろうか。むちゃくちゃいい思い出がね、39センチのヤマメをこの鳴瀬川で撮りました。その時の模様が当時の雑誌に残されている。というのも、平本プロデュースの新作ルアーテスト調校取材の時の出来事だからだ。何が嬉しいって、その時に使ったルアーが D コンタクト秋っていう、3年間しか売らなかったルアーなんです。今も発売されてないんだけど、それの、その製品で売るかどうかの最終テストで、釣れなかったら売るのやめようみたいな、すごい勢いのある考えでやってたから、その頃で39のヤマメがね、すっげえいいヤマメが出たんですよ。その川なんですよね。それっていつ頃のお話なんですか？それでもすごい前ですよ。2006年、だから今から何、17年前です。まだ17年以上若い時あれ、今おいくつになられて？僕ですか、はい、僕ですか。いやいや、そら42とかよく言われますけどね言われますか？言われませんズバリ73です。おー、となると56歳頃。その頃ですよね。年齢は56というね、これを見てる人からすると随分おじさんの頃なのねと思うかもしれないけど、僕は業界入って釣りのあれ自体が遅かったので、ただ目覚めてから夢中になってやってたので、56の頃はもうバリバリでしたよね。しかも次々と新しい商品 D シリーズを作ってた頃なので、それのテストだって言って、そのテスト兆候で雑誌社さんも絡んでましたから、取材の時に39のヤマメを、しかも記者のカメラでバッチリ撮れるなんていうのはそうそうないんでね。結構ね、魚出るようで出ないですからね。嬉しかったですよ。平本さんにとってはどんなサイズだったんですか？僕にとっては国内っていうか本州で一番大きいサイズで、その前に九州行った時に五ヶ瀬川で42センチのヤマメを釣ってるんですよ。でもそれはまあ九州でね。で本州では39がやっぱ一番大きいので、それはもう、まあ、本州九州北海道とか分ける必要ないんだけど、一応そういうふうに島的に分けると本州での最大魚。そんな思い出が詰まった川で、思い出のルアー、そして最新のルアーを携えて当時の足跡をたどっていく。そしてよしよし、なんだなんだ、ヤマメですです。
いいコンタクトラッキー、また連れてきてくれたよ。あの日の大山芽を思い出させてくれる魚が登場。パイオニアが楽しみ見せる渓流ミノーイングの世界をご紹介。山形と宮城の県境、船形山に源を発し、石巻湾へと流れ込む延長 89km の鳴瀬川。ヤマメ、イワナの魚影が濃く、数、サイズともに実績抜群のフィールドだ。朝光初日は午後から釣り場に入る。やってきたのは支流の筒佐護川。平本が2006年に39センチの大ヤマメを釣り上げた流れだ。ルアーはヘビーシンキングミノーを使っていく。Dコンパクト、まあサイズは45ミリです。熱いうちで来いよ。熱いうちで来ない。すると、おいで、来た、おいしょ、来た、小さいけどパツンにできたよ。いや、それにしても小さいんじゃないかい。一尾目は可愛いヤマメ。障害物のとこまで行ってみよう。狙いは対岸の倒木周り。遠くかい。いや、そこ浅いな。ほら来た、やっぱりああいうとこで。やっぱしね、狙い通りだ。ちょっとだけサイズアップ。さっきよりちょっとだけ大きくなりました。これもまだまだ可愛いサイズだが、反応が続くのはいい傾向だ。ああいうとこにいるんだ。ただ大きさがやっぱ水が少ないせいか出てこないな。そして次のキャスト。よいしょ、イワナ。イワナが出た。今度はイワナ。こちらも渓流トラウトでの人気の魚。ヤマメよりも上流域に多く生息する。テンポよく打っていく。少し掘れている落ち込み周り。早すぎた。何だこれ。なんか今、ああ、あります、あります。ヤマメだな。ほら、ヤマメだ、やっぱりヤマメだ。サイズアップはならず。よし、次行こう。次行くよ。最初の底もここまで。大きな堰堤下のプールを探ってみる。ここで選んだルアーは、これは今もう発売されてない D コンタクト秋という商品です。これでこの上流で
39のヤマメを釣ります。家から引っ張り出してきて、ここではこれを投げようと決めていました。では D コンタクト秋行ってみよう。口を使わなくなる秋ヤマメ用に開発したハイアピールのヘビーシンキングミノー。平本のさまざまな思いが詰まったルアーに再び命を吹き込む。フェイスはなし。魚は見えないけど、まあ、そりゃそうですよね。どっかにはいるはず。するとよしよし、なんだなんだ。なんだこれ。ヤマメです。です。です。Dコンタクト秋また連れてきてくれたよ。声がひっくり返っちゃうよ。え、3頭目ぐらい。見て、いや君に会いたかったんだよ。思い出のルアー D コンタクト秋に変えた途端、尺に迫る両型のヤマメが顔を見せた。よし、いった、嬉しい、ありがとう。あー嬉しい。よいしょ。いやー、できるときはできるんだね、こういうことがね。なんだろうね、ご褒美なのか。結構ね、ここまで来るところが大変だったからっていうのもあるけど、いやー嬉しいな。感慨に浸る平本、今回この川を選んだのにはもう一つの理由があった。サイズの大きいのが釣れる川だからっていうのもあるんだけど、もう一個の理由はですね、ここの、その僕が39を釣った流堤っていうその部分が新たなダムができて、そこが湖の底になっちゃうんですよ。大きなダムをなんかもう作り始めてます。いつだっけな、2036年頃完成だから、あと13年ぐらいすると、まあ13年間もうガーガーゴーゴーガンガンゴーゴーやって、できましたって言うと水がだんだん溜まりましたって言うと完全に水没します。そこがまさに39が出た流堤なんですよね。だからそのあれを聞いた時にね、即ここに車走らせてきました。でもうどんなふうな工事されてんだろうっていうのも見ました。それから、国土交通省とか現地の自治会経由で工事をやると今年中道が通れなくなりますかとか、いろんなことを聞いたら、いや道路は大丈夫ですと。それから今付け替え、道路の付け替え工事だから本体工事は入ってないので、冬までの間は全然大丈夫ですという答えをもらって、釣りはできるなと。じゃあ、ここでやってみようかということで決まりました。やっぱりちょっと寂しいものとか感じますか？やっぱりありますね。なんていうかな、そういうのありますよ。やっぱしょうがないことだからね。ダムはダムで、まあ、それなりの理由があって必要だから作るわけでしょうから。ただダムができちゃうと、今度そのダム
の上のインレットから上になると、まあ、どんどん今度山形県サイドの方に向かっちゃうんですけど、相当流程の短い川、また沢筋みたいだけが残るって形になるんで、まあ、どんな風になるか、まあ、13年後なんでね、その時はもうハニャ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 ってなってるかもしれないって何とも言えないですけどね。もし釣りができる体してたら、まあ、13年後もあのそれこそ鳴瀬がもう一回見に来たいですよね、まあ、そんな川ですよ。多分あと2本釣れると思います。なんでか知ってる？くだらないこと言っていい？ここが日本だから。すごいくだらない。おじいちゃんのくだらないギャグ。両肩のヤマメを手にし気分上々の平本、引き続きこの大きなプールを探っていく。なんだよ、魚が2回もじゃれてる。マジ？マジかよ。本当に釣れちゃうのかもしれない。ほら、また来た。よし、これもいい数だ。よし、これもいい方だ。おお、どうサイズ。おお、さっきより太いです。なんと今度は尺越え。32センチのたくましいヤマメが立て続けに来てくれた。いや、まさかこれは2匹か3匹来るぞって言って、2頭目か3頭目なのね。またね、さらにサイズアップしたし、これはこの後もしかしてなことはあるわけねえだろう。いや、まだ秋色ついてないね。でも鼻がとんがってかっこいい。かっこいいです。ありがとうね。おお、おお、行ったよ、潜水艦のごとく。いや、あの大きさを2回連続でっていうのはないです、今まで。もう3、40年やってるけど、次のポイント行ってはあるけど、あんな仕事の間2頭目、2頭からで2頭目ぐらいでっていうのは初めて。やっぱり鳴瀬川はすごいな。30年近く通う鳴瀬川水系、両肩のヤマメ連続キャッチという過去最高の出来事で迎えてくれた。夕方にやってきたのは別の支流、大滝川。全体的に浅いポイントが多いようだ。リーコンパクト FES っていう、フェザーシンキングの乳製品です。ここなんかは結構ゴロ石が入ってますけど、非常に浅いんですよね。だから通常のコンパクトだと沈みが早すぎて根がかりやすいがゆえに、根がからないようにっていうんで、こう竿の操作がすごくせわしなくなってしまうね。魚がせっかく来たのに、なんかせせかもしいなっつって食わないというようなことが、まあ、まあまあ経験してるので、これのウエイトが2グラムなんですよ。で、沈むのがゆっくり、フェザーシンキングなのでゆっくりなので、そういう心配をしなくて済む。で、普通の、魚を釣るための操作で、魚を釣るのに、こういう浅いところなんかで使うにはもってこいという感じで、
そういうのを作りました。適材適所、状況に合わせてルアーを変えていく。全然魚気がないな。取材は終えましたけど、はい、平本さん自身はやっぱりまた通っちゃう。いや、なんかね、潔い気持ちで、多分もう来ないかな。そんなのもあって、Dコンタクトの秋っていうのを持ってきて、それで、まあ、それで39の山目釣りましたから、もう一回同じ流れのところにキャストして、この水で君がいい仕事してくれたよね、ありがとうねの、本当にそういうつもりだったんですよ。だなんかそれコンコンとか言って釣れちゃったので、もう売ってないルアーで釣ったってどうすんだよってスミスさんから絶対怒られそうなんだけど、ごめんなさい、そういうつもりだったんですよね。したら魚が来ちゃってね。魚に罪はありません。僕が悪いんです。そんな結果でしたね。最後にいい思いができましたかね。まあそうですね、超過的にも良かったし、天候もね、雨とか言ってたけど、まあ、それほどひどくなかったし、いや、なんかどっかでなんかこう味方してくれてんのかもしれないし。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。数十年通った釣り場からの最後のプレゼント、そして今回出会った魚たちもまた新たな思い出となり、語られる日が来ることだろう。